岩田さんどうぞ。よろしくお願いいたします。この度 FFAS のアンバサダーに就任されましたけれども、岩田さんズバリ就任の感想を教えてください。はい、本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。岩田孝則です。この度、FFAS さんのブランドアンバサダーに、就任させていただきました。まあ自分も、こうして表舞台に立つ身として、美意識だったりとかは、日頃から気をつけていますので、こうしてお仕事をいただけたことを大変光栄に思っております。はい、ありがとうございます。さあ、そして田川社長、今回アンバサダー就任をされた岩田さんの特別な CM 動画も作成されたということで、この後ね、動画のお披露目をさせていただきますけれども、一言コメントいただけますでしょうか。当社の化粧品のキャッチフレーズの触りたくなる肌を体現させてもらう動画を岩田さんと共に作成しましたので、どうぞご鑑賞ください。肌へのご褒美あげてる？ほら頑張る君に。再生医療から着想したラディカルケア、細胞レベルから答えを導く、触りたくなる肌へ。さあ、もう岩田さんの言葉にこう思わずキュンとしてしまうような動画でしたけれども、岩田さん、今回の動画実際ご覧になっていかがですか？そうですね、とても爽やかな仕上がりになっていると自負しております。はい、本当にね、思わず触れてしまいたくなるようなお肌を想像されて。そうですね、すごく現場も、アットホームで、この商品の魅力が伝わるように、チーム一丸となって、とても熱量の高い現場でしたので、本当に最初から最後まで楽しく撮影させていただきました。はい、ありがとうございます。今回のこちらの動画はですね、本日のイベント終了後から FFAS のオフィシャル YouTube チャンネルと、8月28日からは JR 名古屋駅内でもご覧いただけるというふうになっております。さあ、先ほどねちょっとお話ありましたけれども、撮影現場で岩田さんどうでしたか？リラックスして臨めましたか？はい、もう本当に皆さんフランクに接してくださって、監督も含めですけども、まああのあっという間に撮影が終わった、そんな感覚でしたね。はい、じゃあ NG とかもなく？そうですね、そんなに出してないかなと思います。素晴らしい、ありがとうございます。さあ、今回の撮影現場のメイキング映像も、はい、FFAS のオフィシャル YouTube チャンネルで本日から公開となりますので、ぜひ気になる方はそちらもご覧ください。この後は岩田さんとのトークセッションへと移らせていただきたいと思います。田川さんはこちらでご講談いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではトークセッションを始めていきたいと思います。これよりフラッシュを用いての撮影はご遠慮ください。さあ、今回岩田さんのアンバサダー就任に伴いまして、特別なキャンペーンが実施されます。まず、はい、本日11時30分から10月31日まで FFAS の公式オンラインショップで一部セット商品を購入された方に、岩田さんがデザインされた特別な FFAS ロゴがプリントされた巾着がプレゼントされます。ちょうど今画面にね、後ろの画面にそのロゴが表示されておりますけれども、こちら、はい、どのような思いを込めてデザインされたんでしょうか？まさかこんな大きなスクリーンに映し出されるとは思いもしていなかったんですけども、今回は、FFAS さんのロゴをですね、まあ、自分なりに、まあ、ちょっとこう、自分のサインを書くような感覚で、ちょっと手書き風な、デザインでデザインを、考えさせていただきました。はい、なんかこうパッと見た時ハートがふわふわ揺れているような。あ、そうですね、はい、これもでも結構その僕日頃自分のサインを書くときによく書くモチーフなんですけど、今回つけさせていただきました。これはちょっと可愛らしくていいですね。
ありがとうございます。またこちらの対象セットには一部ランダムで岩田さんの限定トレーディングカードが特典として同梱されております。数量限定の3種類のカードがございますので、カードが当たった方はぜひ記念にコレクションいただければと思います。さらに対象セットを購入された方は岩田さんとの特別なオンラインミート&グリートイベントの抽選に参加できます。詳細は FFAS のウェブサイトをご確認ください。さあ、ここからは岩田さんにいくつかご質問をしていきたいと思います。はい、今回は FFAS の男女兼用の人気商品オールインワンゲルとモイストローションを事前にご利用になられたと伺っておりますけれども、はい、商品を使用された感想を教えてください。いや、もう本当にですね、自分の肌は割とどちらかというと乾燥肌なタイプなんですけど、本当にこうつけた瞬間にこうトロッとしていて、質感がですぐ肌なじみが良くてもちっと、なんか仕上がる、そういう感覚がありました。あとはちょっとこうトーンアップするような感覚もあって、本当にいいなと本当に思ってます。はい、素晴らしかったです。毎日ね、お忙しいと思いますけれども、やっぱり、はい、オールインワンゲルっていいですか？やっぱりね、時間短縮にもなりますしね、とても重宝するかなと思いますね。はい、しかもね、これからの季節、ちょっと夏ってこう暑かったりベタついたりするものが多い中で、一つのケアアイテムで済ませられるっていうのはいいですよね。そうですね、とても便利だと思います。はい、さあ、今回特別の FFAS さんの商品を使用させていただいたんですけれども、というお話でしたけれども、 CM の中でずっと、はい、と触りたくなる肌になったとのことですけれども、岩田さんにとって触りたくなる肌とはどんなお肌ですか？やっぱりあれじゃないですかね、水分量が高い、なんかこうちょっとしっかりとこう保湿されて、触り心地だったりとか弾力のあるような、なんかそういう肌の質感はついつい触りたくなる気がしますね。なんかな、赤ちゃんとかお子さんとか、まさにです、ね、はい、赤ちゃんとか ほっぺもちもちってしたくなりますよね。ありがとうございます。さあ、そして CM の中でお肌のご褒美あげているという問いかけがありましたけれども、岩田さん、最近ご自身へのご褒美はあげましたか？はい、そうですね、最近一つ、ドラマの現場というか作品が落ち着きまして、友人と一緒に焼肉を、食べに行きましたね。かなり、それがすごくいい思い出になってます。はい、ちなみに量ってお食べになられるんですか？結構食べましたね。4人ぐらいで食べたんですけど、はい、なんかすごくこう、なんていうんですかね、切り分ける前にこう塊肉を見せてくれる、サービスをしてくれるお店だったんで、わ、この量でも全部食べたんですよ。だから最初に見た量を全部食べたんだと思うとちょっと恐ろしくなるぐらいの量でした。はい、でもちょっとそういう塊肉見るとテンション上がりますね。上がりますね。はい、それはいいご褒美でしたね。はい、はい、さあ、そして夏本番、暑い日が続いておりますけれども、夏らしいことをした、もしくはまだしていなければしたいことってありますか？夏したいことですか？そうですね、でも、もうね、やっぱりこう3年ぐらいもうちゃんと花火とか見てない気がしますので、あとは浴衣とかも着てないかな。だからそういうちょっと和というか、はい、なんか日本らしい夏を感じたいなと思いますね。いいですね。そしてもうあっという間ですね、最後になってしまいました。はい、皆様へ一言お願いできますでしょうか？はい、本日は、お集まりいただきありがとうございます。今回 FFAS のアンバサダーに、就任させていただいてですね、本当に皆さんの美意識を応援できる、役目ができることを大変光栄に思います。今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。岩田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。
ました。かけさせてください。お願いします。では、本日岩田中典様入られました。よろしくお願いします。ほら頑張る君。ほら頑張る君。一応これ2秒なんですけど、まあ、さっきの合わせの 2.5 ぐらいでいけたらいいんで、ほら頑張る君。また。テイク2。トラック11。はい、行きまーす。よーい。はい、スタート。ほら、頑張る君に。はい、カット。細胞レベルから答えを導く。テンションこれぐらい。テンションそれぐらいですかね。わかりました。はい。ちょっとだけ丁寧さ足してもらって、はい、てくる感じ。はい。はい。よう。細胞レベルから答えを導く。はい、カット。監督の指示のもと、すごく的確なアドバイスだったりとかをいただいてですね、すごく天気にも恵まれて、うん、めちゃくちゃ気持ちの良い撮影でした。はい、スキンケアは結構最近しっかりするようになりまして、やっぱり一番大事なのは保湿だなと。僕割と乾燥肌なタイプなんで、寝る前なんかやっぱりしっかり保湿するようにっていうのは最近心がけるようになりましたね、うん、もうさっきの撮影ですね、うん、もうそれ以外ないなと思いました。いやすごいいい仕上がりになってると思うので楽しんでください。はい、はい、この度ですね FFAS さんの CM キャラクターを務めさせていただきます。この撮影の前に、実際に商品を使用させていただきました。全商品すべて使用させていただいたんですが、その際に感じたことはすごく自分の肌なじみが良くて、自分自身しっかりとねこの CM キャラクターを務めさせていただくには肌の環境を整えていきたいなと思いました。